ああの、めざましテレビの、あの、カルベさんって昔いたんですよ。あの、フジテレビの、なんか、マスコミの担当の、うん、知ってる人は知ってますよね。あの、ちょっと太った、あの、メガネかけた、うん、カルベさん。あの、ドラゴンボールにも、声優として、なんか、余計なことして、あの、 ドラゴンボールの声優として出てたんですけど、そのカルベさんがね、あの、昔、オタク批判してたんですよ。なんか、オタク批判っていうかね、アニメ見てる人を、なんか、オタクだって差別し,してたんですよ。昔よく言ってたんですよ、カルベさんが。うん。あの、昔は、俺、カルベさん、昔はカルベさん嫌いだったの。今は別に、 嫌いじゃないけど、うん、今は嫌いじゃないけど、うん、愛、愛教育って好きだけど、なんかね、カルベさんって、とにかく、な、アニメのニュースを、を,をなんか読むたんびにさ、なんか、いや、オタクが、オタクが、とかって、連呼するんですよ。で、俺さ、なんか正直頭きて、なんか、 はがきにね、カルベさん宛てにね、カルベケイさん宛てにね、あなたさ、うん、オタクをなんか差別し、してんじゃねえぞって、はがきに書いたんですよ。うん、なんか、アニメを批判するな。アニメを流しては、オタクがオタクな、オタクがオタクがあって、連呼するなっていうか、やっぱ、 お宅の自分としてはすごい傷つくし、うん。もうね。あっても来て、ほんと失礼なんですけど、豚カルベって言っちゃったんですよ。本当、今、カルベさんすいませんね。うん。そしたら、次の週だったかな。カルベさんが、なんか、またアニメのニュースを流してたんですよ。うん。なんか、読んでたす ですよ、記事をね。アニメの記、アニメネ,ネタの記事を読んでたので、またオタクがって言いそうだなぁと思ってたんですよ、俺。またオタクがってんこしそうだなぁと思って聞いてたら、あの、隣のヤギアキコさんって言いますよね、昔。昔、ヤギアキコさんがね、そういうことを言うと、お、あの、視聴者が怒り、 ますよ、とかって言ったんですよ。多分俺のハガキ読んだのかな、とかってさ。うん。いや、すいませんね、ほんと。でも、やっぱ頭きたんで、なんか。うん。あの時はすいません。うん。うん。関係ないんですけど、ヤニアキコさんってすっごい可愛かったよね、昔。美人っていうかさ。うん。関係ないんですけどね。あと、目覚ましテレビの、 高見チカ子とかさ、いたよね。すっごいちかちゃんとか、お天気ちかちゃんとか、かわいかった。うん、関係ないんですけどね。